お待たせ。待ったか。あ、なんだよこれ。フロアに並んでるやつ、あれ、アカウントか。まさかがアカウント狩りの犯人ってのはマジみたいだな。これだけの、え、お前のアカウントもあるか。そうだな、これだけ広いんだ。どこかにお前のアカウントもあるかもしれない。探す。なあ、こうしてると小さい頃みたいじゃないか。覚えてないか。よくやっただろ、ヒーロー公園とかで悪の親玉を探して走り回ってさ。お前だけだったよな、他の奴らみたいに。俺さ、そんな顔すんなって。おっと、道が二手に分かれてるわ。長居するのは危険だし、二手に分かれようぜ。通信で連絡を取り合おう。気をつけろよ。
なんとかなったね。おいおい、もう帰っちまうのか。ハロー、侵入者くん。人のサーバーに乗り込んできておいて挨拶もなしか。礼に知らずなやつだな。そうさ、お前どうやってここの、ここは俺の聖域なんだ。勝手に入ってもらっちゃ困る。ここまで来たなら見たな。俺のコレクションの数、あれはみんな俺が買ってきたアカウント。俺は昔から人間観察が好き。現実で人間を見るより、それから子供から老人、男から女、ここはいわば人間の博物館、俺所有の美術館ってわけ。そんな顔するなよ。これでも俺は重宝されてるんだぜ。アカウントを利用して金を稼ぐ輩にとって飽きたアバターはそういう奴らに売ってやる。ん？そういや、その顔なんてアバターだったかな。そうか、思い出した。わざわざ自分のアカウントを取り返しに来たってのか。確かお前はただの高成績も中の下、家庭階級もそこ、友達の数や運動神経は普通の、取り立てて何の取り柄もない。それがまさかは残念だったな。あまりにも平凡だったんだね。すぐに飽きちまった。誰に売ったかも覚えて。俺とやるってのか。いい、お前面白いよ。こうして話していたらもう一度、また何度でも買って、お面白いアカウントになったじゃないか。
これを使おう。ああ、俺がやった。やってやったよ。あいつのアカウントぶっ壊してやった。アカウント破壊なんて初めてやったけど、これでようやくお前の仇が取れたよ。俺とお前でついに犯人を倒したんだ。お前の人生めちゃくちゃにしたやつだぜ。これだけやってもまだ物足りないよ。なあ、アカウントも取り返せたんだよな。もう売り払われた後だった？ってことは、俺、情報源を破壊しちゃったってこと？ごめん！俺、お前の仇を討とうとして。そうだな。俺も一緒に探すよ。なあ、さっきカフェで言いかけたこと。ここに来て分かった。やっぱりお前は俺のヒーローだ。俺、お前と一緒にエデンの最強になりたい。全てのハッカーを導くもの、ヴァンガードになりたいんだ。落ちてる古いデータファイルで見たことがあるんだ。そういうハッカーの称号があるって。それはレジェンドともギークとも違う。一人で頂点を極めるんじゃなく、多くのハッカーを導くことができるもののことなんだ。でもこの称号にふさわしいやつはめったに現れ、シガやカヨバ、ホサカを見て分かっただろ。ハッカーはみんなろくなやつらじゃない。どいつもこいつも犯罪に走って、俺たちでも、俺とお前なら本当の意味で俺の相棒になってほしいんだ。なんでだよ。今の自分はフーディエとか。ならいいよ、俺は。さ、帰ろうぜ。こんな気持ち悪いとこいつまでも行く。
おや、いいのか、このまま行かせちまって。うるさい。いいわけないよな。本当は悔しくてたまらないはずだ。俺には聞こえるぜ、お前の声が。安心しろよ、お前の願いはすぐに叶うぜ。ところで何やってんだ俺。くそ、出せ。これじゃリュウジからもあいつからも逃げてるみてえじゃ。でも会って何を話せばいいのか分かんねえっつの。お前ひょっとして俺を慰めてくれてんのか。なんてな、ただのプログラムが勝手に。変なこともあるもんだな。そういやお嬢のワームモンも変わってるもん。分かったよ、少し頭を冷やしたら帰るよ。ここちょっとした思い出があるんだ、俺とリュウジ、それに新た3人で初めて大掛かりなハッキングに成功した日にここで柔道を作るって決めた。楽しかったよな、あの頃は。柔道でバカやって一体どこから道を間違えちまったんだか。ハッカーチームを作りたいの。お兄ちゃんを説得するの手伝って。ああ、そういやお嬢に頼まれたのも。お嬢、言えねえよ、リュウジがあんなことになってるなんて。それで私たちに黙って穂坂を倒しに行っちゃった。ふーん。エリカもずっと穂坂のこと調べてたんだよ。だから抜け抜けされちゃったみたいです。言わなくていいから。あと別に寂しくない。え？でも新宿で倒れちゃった借りは返したいって3日前に考えてたよね。気にしてたし。言わなくていいってば。あ、ごめん、ワームモンの代わりに。じゃあそっちにいたら私がやられてたの。借りを作ったとか別に思ってないからね、お兄ちゃん。そいつの問題だ、俺たちがとやかく言うことじゃない。アカウントはどうするつもりだ、まだ探すのか。大阪のアカウントが消えている以上追跡は難しいぞ。アンダーゼロに行けばいいんじゃない。ザクソンはみんな目指すんでしょ。エデンのあらゆるログが残ってるって言うし、あそこなら。ダメだ。あそこには、アンダーゼロには近づくな。お兄ちゃん、アカウントは何か別の手を使って探せ。リュウジ、どうしたの？千歳もちょっと前から何かあった？
んにちは。突然だけれど、少しいいかしら。あの子に頼んでもよかったのだけど、それだとつまらなくなりそうなのよね。なんでもないわ。私が手を借りたいと思ったとき、これも運命の導きのはず。依頼で出しておくから、時間のあるときに確認してちょうだい。いらっしゃい。早速依頼の話に移る。あなたに集めてきてほしいもののリスト。なんだか似たような依頼を以前受けたことそれもお見。これらの食材にはちょっと一つずつ入手先が違う。まずは比較的入手しやすい粒あんね。300g のパックを和菓子屋から分けてもらって。お店は新宿の繁華街に行く道の手前にあるわ。それじゃあハッカーさん、おつ。
行こう。
なんとかなったね。おかえりなさい。上出来？あのお店、ご主人が墓。それにしても、あの明太屋のサーバに自身のデジ戦うことで、デジモンを鍛えることも墓。デジラボにも通じるところがあると思わない？それじゃ、お願いしていた食材をいただけるかしら。粒あん、リンゴ酢、くびれずった。あとは極上の明太子もそのうちと。いい働きをしてくれたお礼に、今度報酬とは別で、いつかの未来であなたが感動に打ち震える。すこんにちは。ご機嫌いか。おや、珍しい客だな。その様子だといい食材が手に入ったのか。ご名簿、さすがは探偵さん、察しがいいわね。おお、これはどれも質のいい食材ばかりだな。これでまた私の研究が進むというものだ。会心の策ができたらご馳走するとしよう。ええ、とっておきを楽しみにしているわ。ああ、帰ってきたか。少し待っていてくれ。それで頼まれていた依頼は全て解決できたのかな。立派な助手のために所長自ら心尽くしのもてなしを。新作の極上明太マヨコーヒー、粒あんと海ぶどう添え、粒々の食感が楽しい一品だ。隠し味に使ったリンゴ酢の甘酸っぱさで言うまでもなく。そうか、倒れるほどにリミット。すまねえ、ハッカーに拉致られた。悪いが、お前一人で来てくれ。すまねえ、余計なことは話すなって言われてるんだ。リュウジとお嬢にも他言無用で頼む。切るぜ。